今日のお題はトロロだよ。隣のトロロえ、違うからね。あのネバネバのやつでしょ。そうだよ。トロロは生の山芋または長芋をすりおろしたもので、主に汁物にしてトロロ汁、吸い物にしてスイトロ、麦飯にかけて麦トロなどとして食べられるね。山かけうどんとかも美味しいよね。山かけうどんの山かけはトロロをかけただけだけど、実は山かけという料理はマグロのぶつ切りにトロロをかけたもののことだよ。なんでトロロはあんなにネバネバなの？あの粘りは芋の粘質物が細胞外へ溶出して水和することにで発現するみたいだよ。みたいって？粘質物の構造や性状は十分に解明されていないんだ。粘り強く調べていかないとね。